この先の細い道を右に下っていくと大きな常夜灯が見えます。ここから宿場の方に向かっていくと若されがあります。この若されはもともとは先ほどの常夜灯の場所にあったもので、中山道から善光寺街道へ道が分岐する場所で追分けなどと言われます。道標には左善光寺街道、右中山道と刻まれています。瀬場宿の若されから善光寺街道に向かうと郷原宿になります。街道沿いにはスズメ踊りのついた本棟造りの大型の家が見られます。道沿いの両側に緑の庭木が植えられ、宿場の景観が今も残っています。善光寺街道は篠ノ井で北国街道と合流後、長野の善光寺に向かいます。再び瀬場の若されです。瀬場宿は昭和7年に大火があり、強い風のため宿場のほとんどが焼けてしまい、今は宿場時代の面影が残っている場所はほとんどなく、本陣の跡、脇本陣跡と書かれた説明文があるだけです。